彼女の部分の高速です。です。どんなに絶世の美女でも寝起きが口が臭いように韓国にも呪いがあるわけですよ。それ何か。大丈夫。大丈夫。そのテンションで来たから。はい、それ何かというと、はい、サンガプサルを山中にくるんで食うと漏れなく全員ぶつ刺し。おお。これはもう授かりし。でもさ、あの言わない韓国のカップルは。うんサムギョプサラを包んであげてはいって食べさせるみたいな全員ブスになってるから一切れでさ、くるんで、うん、ちょっとキムチとか入れるぐらいだと普通じゃない、うん、あだからちょっともうそれブスになるやつは分かってるやつちょっとちっちゃくちっちゃくかじったやつ醍醐味じゃないじゃん違うね一口でいかないとね、うん、俺はついもうモリモリになっちゃうからもうおにぎりになっちゃうそもそもサムギョプサラの醍醐味ってサンチュにくるんで食べるっていう醍醐味があるじゃん、うん、そうね、ただ、うん包めば包むほど伴うリスクを検証しましょうっていう、うん、なるほどことでございます山中に包むにだーじゃあこれみんなルール一緒にしようまず、うん、ここの三角形は割と薄いから、うん、1人まず3枚3枚は多いんじゃないですかまずごま油ビタビタキムチ適量、はい、サムジャンサムジャンご飯あー俺ご飯最高俺ご飯入れる派なんだよいや分かるそれ最高それは無細工なるよこれねそれなるよ見てこれイケメンだね、うん、でしょ今イケメン、うんねえでしょじゃんはい、行きましょう行くぞよ、待って、回すよいただきまーす。行きます。